滋賀県第四区は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区である。2002年公職選挙法改正による区割りの変更で新設。2002年の区割り変更で、旧二区三区の各一部からなされた。かつて三区で激しい争いを繰り広げてきた、自由民主党の岩永峰一と民主党の奥村店、んがそのまま新設された四区に移行し、2003年、2005年の二度に、 渡り激しい選挙戦を繰り広げてきた。4区は、旧3区の岩永の地元である、甲賀郡と、旧2区の小西治の地元である、大見八幡市を合わせて新設された選挙区であることから、自民党では候補者調整に難航したが、最終的に岩永が4区に移行し、小西が新2区に蔵替えすることで決着した。以前の3区は、 自民党の強い地域が集まっていたが2区と3区の地域を再編成した4区は民主党の強い地域もあり、第44回まで勢力は拮抗していた中で、選挙区では岩永が勝利を収めてきた。しかし岩永が第45回に出馬せず引退し、民主の追い風も相まってその構図が崩れ、岩永の後継である対話でつなごう主がの会スタッフの武藤隆成は、 岩永の半分今日の得票しか獲得できなかった。第46回では、その奥村、武藤に岩永峰一の息子、岩永勇気が日本維新の解放人として立候補、さらに政治活動を休止していた小西治が無所属で立候補し、乱戦となったが武藤が勝利。勇気は比例復活、奥村、小西は落戦という結果になった。第十七回では、 引退を表明した奥村に代わり、民主党から参議院滋賀県選挙区で当選経験のある大見八幡市出身の徳永久氏が立候補。武藤、岩永と三つどもへの争いとなったが武藤が再選。結果的に反自民票が割れ、徳永と岩永は比例復活すらできなかった。第48回では、金銭トラブルから自民党を離党し不出馬となった。 無党の後継である、小寺博夫と徳永の対決になったが、正治が、比例復活も許さず勝利し自民党の議席を維持している。また岩永は2016年に、高賀市市長選挙に出馬し当選している。第48回衆議院議員総選挙滋賀県第4区解散日、2017年9月28日、投票日、2017年10月22日当日。 有権者数、29万4712人、最終投票率 58.、58.79%第47回衆議院議員、総選挙滋賀県第4区解散日、2014年11月21日、投票日、2014年12月14日、当日有権者数、28万8855人、最終投票率 54.、54.92%第46回衆議院議員、 総選挙滋賀県第四区解散日、2012年11月16日、投票日、2012年12月16日、最終投票率 61.、61.5%第45回衆議院議員、総選挙滋賀県第四区解散日、2009年7月21日、投票日、2009年8月30日第44回衆議院議員、総選挙滋賀県第四区解散日、 2005年8月8日、投票日、2005年9月11日第43回衆議院議員、総選挙滋賀県第4区会3日、2003年10月10日、投票日、2003年11月9日加も郡、旧神崎郡、旧八怪市市、大見八幡市、現在の東大見市の大半と大見八幡市にあたる。旧甲賀郡、現在の湖南市、甲賀市にあたる。 ありがとうございます。